すが。いや、やっぱりすごいです、沙織さん。超いい。知的な才女、大人の女性の色化が。まだ言いますか。すいません、つい興奮しちゃって。準備できました。もう後は大丈夫です。本当に素敵です。また余計なことを。すいません。じゃあ沙織さん、あまり無理しないでくださいね。もし危なくなったらすぐ逃げてください。八神さんは危険はないと言ってました。命の危険はないかもですけど、ほら、木戸にお尻触られたりとか、そういうのが。それくらいは覚悟してます。そんな。それじゃ。沙織さん。星野くん。はい。メイク褒めてもらって嬉しかったです。沙織さん、こっち。隠しカメラを用意してきて。隠しカメラ？ほら、ここがレンズ。撮った映像はリアルタイムで俺のスマホに送られてくる。それとこのイヤホンを耳に。無線で俺から会話の指示をさせてもらうよ。指示？前にもキャバ嬢に変装してもらったけど、今回は見た目以上に会話で男を誘惑する必要がある。だから八神さんがその指示をくれるんですね。ぜひお願いします。俺に任せてくれる？ええ、男性を誘惑する会話センスは専門外なので。でも誘惑した後はどうすれば。木戸が沙織さんにいやらしく迫るとこを隠しカメラで抑え、それでセクハラの事実を証拠に残す。そう、沙織さんの仕事はそこで完了。あとはセクハラ映像をネタに木戸を神室町へ呼び出す。セクハラスキャンダル。大丈夫そう？ご心配なく。エロいことした分苦しむのは木戸です。だよね。でも無駄にお尻触られるのは嫌なので、的確な指示をお願いします。わかった。じゃああとは無線で。よし、聞こえるな、沙織さん。まずはロビーに入って受付。受付に話しかけて、木戸に取材を申し込むんだ。アドデック9の解説をお願いしたいとか適当に。了解。どうぞ。お約束でしょうか？いえ、そうじゃないんですけど、センター長の木戸さんに取材を。取材と言いますと？フリーで記者をしております白崎と申します。アドデック9のことでお話を伺いたく思いまして。お約束のない方はお取り次ぎできないんですけど。あ、そうなんですか。でもどうしよう。沙織さん、もう少し粘ってみて。申し訳ございません。何分木戸も多忙なものですから。本当に少しの間だけでいいんです。私の方はいくらでも待ちますから。そう言われましても。お願いします。木戸さんに聞いていただくだけでもしてもらえませんか？アポなしでの取材は例外なくお断りしておりますので。いや、美人なら話は別ですよ。え？センター長の木戸です。私への取材をご希望ですか？あ、はい、白崎と申します。おお、白崎さん。いや、お美しい。さあ、私の部屋までご案内しましょう。いいんですか？ありがとうございます。もうセンター長。木戸のやつ、下心丸出しだな。でもおかげで助かった。どうぞ。わあ、豪華。
ここが木戸さんのお部屋なんですね。素敵です。大したことないですよ。まあよく言われますが。どうぞかけてください。沙織さん、隠しカメラをテーブルの上に。失礼します。今日は突然お忙しいところすみません。カメラもう少し右に、あと15度。よし、そこだ。白崎さんは何をお飲みになりますか？ブランデーはどうです？ちょうど今ハマっているのがあるんですよ。じゃあせっかくですし、いただきます。そうこないとね、楽しいインタビューになりそうだよ。いいぞ沙織さん、その調子で行こう。二人の出会いに。素敵な出会いに。すごい美味しいです。このブランデー、体の芯から熱くなってくるだろう。ええ。沙織さん、ここで胸のボタンをもう一つ外そう。はい？ん？何か？いえ別に、そのちょっと暑くなってきちゃって。そうね暑いね。確かに。やったな、食いついてきてる。それで何の取材だったっけ？私が取材したいのは木戸さんのいろんなことです。アドデックナインのことじゃなくて？ええ、そんなのより木戸さんご本人のことが知りたいんです。なるほど、珍しい取材だね。教えてくれます？そうね、いろいろ教えてあげたいけどでもここじゃちょっと。ここじゃ教えられないことって何です？君すごいな、ぐいぐい来るね。仕事が先、そういうのは焦らないのじゃあお楽しみはもうちょっと後にとっておこうか。いいぞ、いい感じだ沙織さん。さてそれで何の話だったかな？長引かせるより一気に畳みかけよう。沙織さんの方で何か仕掛けてみて。それじゃあ。おお、絶対やりすぎ。沙織さん、なんかおかしくなってない？男の人はこういうのが好きかと。好き、好きだよ。この部屋かなり暑くありません？暑い、暑いよね。僕も同感だよ。あれ、ちょっと沙織さん、まさかさらに胸元を。はあ、楽になった。もしかして沙織さん、結構この状況楽しんじゃってる？たく、最低の男。こんな感じかな？はい、とっても素敵です。じゃあお写真の方は以上で。よし、もう十分だ。沙織さん、引き上げよう。どんな写真になったのかな？ああ、確認されます。バッチリ撮れてるから、ダメ押しだ。こらえてくれ沙織さん。ずっと私を誘ってくれてたろう。取材も終わったし、本格的に可愛がってあげるよ、メス猫ちゃん。そうですよね。でも今夜二人で食事でもどうかな？カムロ町に誘い出してくれ。じゃあカムロ町でなら。カムロ町？いや、あそこはちょっと。他の場所ならどこで？でも、いえ、木
木戸さんはきっと来てくれます。ん？どうして？後でメールしますね。